毛利元助明治20年3月21日は、長州藩一門画廊である、宇田毛利家の11代当主。父は、吉木毛利家の毛利冒険。祖父は、浅毛利氏家の毛利市周選。祖祖父は、宇田毛利家七代毛利皇帝。養父は、毛利ふさ妻は、厚京毛利元美の娘。子は、毛利義久、毛利忠蔵。養子は、 元七家臣。通称は筑前。藩主の毛利仁元より変幾の授与を受けて元助と名乗る。意味名は、元助の他に元隆、元高元等が伝わる。文政元年、一門義木毛利冒険の次男として生まれる。天保六年、一門、宇田毛利不さあの養子となって家督相続する。甲下元年、領内に教皇学文堂を開設する。 嘉永三年当職、安政三年には、国元家藩役として、藩主、毛利高地下に仕えた。文久三年、幕府による、第一次長州政党を受けると、三田尻の防衛を担当する。慶応元年、藩内の革新派が政権を取ると国政と国要法を兼務する。第二次長州政党四坂への戦いでも、三田尻の防衛を担当する。 明治20年3月21日死去。去年70。家督は、養父、毛利ふさの孫、親心が相続した。元助の長男の義久は、親心の後を継ぎ、明治30年に男爵に除された。ありがとうございます。